ギターレーダーを見てる、ご覧になってる皆さん、おはようございます。再登場ということで、前回はもうエレクトリックギターを多分弾いたと思うんですけどね、今回はアコースティックでちょっと登場ということでよろしくお願いします。2015年1月7日に、ゲドのニューアルバム、ロッキー・ザ・ブルース発売になります。キングレコードです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱロッキング・ザ・ブルース、もともと僕はロックンロールとかブルースとか、まあ、その辺がベーシックに、もちろんあるんですけども、まあ巷では割とベンチャーズとか入ってる人がいたんですけど、僕の場合は本当にブルースとかロックンロールから、スタートラインだったんで、基本に戻ろうかなと。まああとそれと、まあ、ブルースって結構こうブルーな気持ちで落ち込んだあれをロックのパワーでね、なんとでしょう、エネルギーをこう与えて明るく力強く、そういうこう 木みたいのをね入れたいと思ってこのアルバムを作ったんですね。アコギはね、でももともと昔のゲドの最初の頃でも弾いてたんですよね。基本僕は曲作るときアコギなんです。もともとね、ハードロック作るときもアコギでしたね。アコギで作ってって、それでこうなんて言うんでしょう、膨らますっていう、そういう方がこうダイレクトにこうできると思うんですよね。作れるし、アコギってごまかしがないじゃないですか。もうそこの音だけだから、でそこにこうベーシックなこの骨太のものがしっかりとできる。あとはただもうめんどくさいかもしれないですよね、いろいろ使うのが。それとにかく簡単に弾いて簡単に曲がメモできればいいかなっていう感じでやってるんで。そうですね、今回ちょっと珍しいぐらいにゲストをね、来てもらって、すごい楽しいレコーディングでしたね。前回に、魂の叫びから一緒にやってくれたローリーがまた参加してくれて、ローリーをはじめあと、パンタとかね、金子マリとか、ルンナカとか、割と曲はもう、こういろんなタイプの曲があるんですよ。食べ物と一緒で同じもんだけはもうちょっと食べられないな、まあ、いくらカツ丼が好きでも一生カツ丼ばっか食べられないだろうというところが僕の音楽の基本なんで、ロックンロールにすごく寄ってたりブルースだったり、どっちとも言えないなんかこうハッピーバースデーみたいな曲があったりとかね、ある意味中にハッピーバースデーって曲もあるんですけども、それをなんていうんでしょう、40周年昨年迎えて新たにこう始まったなと、逆に言うとこっからやっとなんていうんでしょうね、思いの気の音が出るようになってきたんで、こっからあと100年はやりたいなと。いや気持ち的にね、だから気持ちは100年200年続いても体が持たないんで、体を今再生してるところですね。再生山登りなんかしながら、ですね、このアルバムの中で、ロッキン・ザ・ブルースのアルバムの中で、パンタと一緒にやった曲を、レコーディングではね、エレクトリックのサウンドで、パンタもアコースティック弾いたりなんかしながら一緒に歌って、ロックンロールの楽しいやつなんですけども、今日ちょっとアコースティックでこれを作った時の状態の感じでちょっと一曲、あ、なんかいいですね、演歌みたいだな。
コギでも雰囲気は座ってますね、うん、全然ですね歌ってるのも本人だからこんな感じで作ってるんですよね。それでバンドで音出すと突然ソロを何弾くか分かんないんですけど、大体1回しか弾かないです。感想を決めたことが一度もない。その場で弾くのが僕の流儀なんですよね。でひどかったらボツっていうことで、今までボツだったのないですけどね。放送禁止いっぱいありますけど放送禁止いっぱいありますけど